ガチンコマッチクラブミスタイムさんやりましたね。この6ヶ月、まあ、5ヶ月か6ヶ月ぐらいになるんですけども、しっかりと私も見させていただきまして、一番最初にね動画を、まあ、作って、くださいという形で見せていただいた時は、まあ、本当にねすごく面白い切り口だなと思ったんですよ。体重100キロを超えた元ホームレスの、まあ、中年、自称中年デブがですね、まあ、あのマッチョになれるのかっていう風なテーマですよね。これ、まあ、失礼ながら私も込みで、多くのね40代の方とかが、あ、自分よりも体型がちょっとね重い方とか、ちょっとこうマッチョになりそうにない人がチャレンジしてるから、まあ見といてやろうかみたいな感じで、あの少ない視聴者さんからねスタートしたと思うんですよ。これはねあの別にバカにしてるわけでもなんでもなくって、こういうふうな平たいところから本当によく頑張ったなと思うんですよ。でここからですね、負けたくないとかね、絶対に自分のやり抜くんだっていうような気持ちが本当にあったと思うんですよ。動画を繰り返し繰り返しやっていく中で、まあ、私のね提案も聞いていただいて、まあ、食事のプランとか、それから、まあ、有酸素運動無酸素運動とかね、でたまには私があのこうクエスチョンをね質問をしてそれに答えていただくってものをやっていただいたりとかっていう、このやり取りの中で、あの私はねミスターアイムさんのそのすごくね凡事徹底の精神を、まあ、垣間見たと言いますかね。であのミスターアイムさんと同時期に同じように私の指導で YouTube を始めた方とかビジネスを始めた方っているんですけども、残念ながらね、うん、続かない方が多くて、でミスター M さんはその中でもね淡々とやりおせたわけなんですよ。私の記憶が確かでしたら、私のところにねメールや動画が送られてこない日っていうのはなかったですね。でいつもそのねメールとか動画っていうのはすごく丁寧で、もうこのデフォルトの崩さないところがあるのと、あとはね、変化に富んだところっていうところで、本当にあのメールもそうですけども動画もすごく楽しくね見させていただきました。であと肝心な肉体の方も定期的にチェックをしていただいて、ちょっと伸び悩んでるのかなって思った時期もあるんですけども、もうねそんなこと焦らずに着実に積み重ねていったと思うんですよ。その結果が今だと思うんですよね。この6ヶ月のトレーニングの結果なんですけども、確かにねスタローみたいな肉体にはなってないですし、逆に6ヶ月でスタローにはなれないんですよ。でも6ヶ月をきちんと通じてですね肉体を作ってきた、そして今の体、本当にこれね比べてみたら分かるんですけども、最初は体型の丸っこい本当にねメタボ体型だったんですけども、今はねあのプロレスラーのこうトレーニング中の体ですよね。うん、まあ、こう、まあ、丸っこいところは残しながらも締まるところは締まってね、で胸なんていうのは縦筋が途中から入ってるんですよね。うん、で途中で力を入れたら筋肉が分かれてますみたいなお笑いがあったんですけども、でもあの辺りから侮れなくなってきたのは、あのこうエクボっていうんですかね、このお腹のね縦筋がこういうふうにうっすらと見える、要するに内在した筋肉がちょっとずつ前に出てくるところが見えたわけなんですよ。そしてあの例のバーベル100キロ上げですよね。いやあれはね私も100キロっていうのはめったに上げたことがないですね。で多分この年ではちょっと上げる挑戦すらしなかったです。私はだいたい20キロを肩で上げたり、まあ、前に送ったりっていうのはあるんですけども、あの寝転がって上に上げるっていうのはねちょっと恐ろしくてできなかったですね。でも今回の動画を見て自分にもできるかもしれないっていう思いになりました。確かに私はあのこちらね疲労骨折とあと脱臼っていうのがありまして、両方の腕があの本調子ではないんですよ。でしかもすごくね年を取ったんで回復が遅いのも実感してます。ただまあ病院に行っても湿布出されるだけなんで、特に病院にも行かずに、自分の自己リハビリでこなしているんですけども、まあミスター M さんがね私はね本当に今あの肉体改造のパーソナルトレーナーとして見てますね。うん、まあ、その中で今回の6ヶ月のトレーニングの総集編でしょ、これね自分自身の総集編でもあるような気がしてずっと見させていただきました。本当になんかこう途中で胸が熱くなってね、やったなと思いました。そしてミスアイムさん YouTube の中でいろんな方との励ましとか交流とかありましたよね。先日は他の YouTuber さんがミスターアイムさんの動画にものすごくハマってるんだみたいなことで、すごいレビュー動画をね作っていただいたりとか、まあ、モノマネの動画まで出てきたりとかね、本当に多くの方に囲まれて、かつてミスター M さんはヤンキーに、まあ、なんかねカツアゲされていじめられて何クソって思った時期があった。そして次は借金取りにもう身柄を隠しながらね、ギリギリで暮らしていた時期がありましたよね。本当にこう長いトンネルだったと思いますけども、今はどうでしょうか。
見るとこ見るとこ味方ばかり、見るとこ見るとこ応援してくれる人ばかりじゃないですかね。トンネルを抜けた状態だと思うんですよ。いや、そういうのもね、私はすごくドラマを見ているような感じです。さあ、ますますね、これからガチンコマッチクラブ第1期生としてのストーリーが楽しみになってきました。これからですね、私たち第1期生を導く親玉としてね、親父として、竹原として、ボコボコ相談室込みでね、やっていただきたいと思います。いや、本当にね、この6ヶ月の総集編が見えて私は良かった。多くの方がここ6ヶ月もしくは1年の振り返りですって感じで、まあ、動画なりね、メールなり送ってくださってるんですけども、いやでもね、今回みたいにね、私自身もミスター M さんとトレーニングしてましたからね、毎日。いや本当にすごいです。いいもん見せていただきました。これからもね、一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。それでは。